本日は新型のラットマシンのご紹介ですね。これがジムに入って超人気ですね。サイドストレッチラットマシンと私が名付けたんですけどもね、横から入りますから、こう見てもわかるように円を描いて横から広背筋下部にですね、こう片方でやると余計深くなりますね。下の方に行きますね。広背筋下部に効きやすいですよ。これ反ることが大事ですね。これ丸まってやってても効かないからですね。これは全ての背中の種目一緒なんですけどもね、まあ、効かせるトレーニング的にはゆっくりやるってことですけどもね、ここ止めてですね、もう十分効いてるんですけどね、私はですね、これでもうすぐにこれ効きますね。片方でやってもいいし、まあ重量とか回数関係なしの効かせるトレーニング的にやってもいいし、高重量でもいいですよ。これはこれプレートローディングのマシンっていうのは軌道がずれないからですね、初心者でも効きやすいですね。まあ、LB ジムでトレーニングしたら体変わる人多いんですけども、こういうマシンは軌道がずれないから誰でも効きますね。それに戻すときはやっぱりゆっくりになりますから、まあ、当然スローリフトになって効きやすいと、まあ、初心者でも効きやすいですねこれね、まあ、上級者は上級者でまた効きやすさを追求できますね。いろんな角度でやれますから、私も片手でやってですね、片手でやるとやっぱり深くいくからですね、これはいいですね。意識して自分で意識してですね、まあ、見るからに効きますよね。これは誰が見ても効くなって感じですけどもですね、まあ、持ち手も2つあってですね、まあ、こっちでもいいし、あの長い方も持ってもいいですからですね、まあ、気持ちいいですよ。背中がすごく効いてますね。でインターバル入れて、私これ逆が好きなんですよね。逆でやるのが角度的にこう反対向いた方がですね入るからですね、反ってですね、広背筋下部ですね。これ裸でやると見えやすいんでしょうけども、ちょっともうオフですからそういうことしないですけどもね、下の方ですね、まあ、上に効かそうと思ったら上にも効くんですけどね、意識して。これはみんなやりたいとこじゃないですかね。こういう風に LB ジムっていうのはもういろんなマシンが次から次へと入るからですね、まあ筋トレ好きの人にはたまんないなって感じで、まあ、初心者の方にもですね、ほんと、効きやすいマシンですからですね、こういうマシンはいいマシンですね、ほんとね。いろんなマシンを試してですね、いいものを販売してますんで、まあ、これも予約で注文を受けますからですね、欲しい方いらっしゃいましたらご連絡ください。下の方ですね、これは面白いですね。もういいマシンだと短時間で終わりますね、まあ、意識も大事なんですけれども、とにかく聞けば聞くほど短時間で終わるっていうことで、また時間が有効活用できますよね。もうこれだけでも十分効いてるんですけどもね、後輩に株にはですね、まあいろんな、ま3種目ぐらいやって背中を追い込んだ方がいいでしょうけど、時間がほんと短くて済みますね。最後の間ですかね、これね。もうこの辺でやめてもいいんですけれども、また逆向いてやってますね。反対、これですね。グーっていう感じで。十分なんですけどもね、これでね。すごく痛いんですよね。広背筋カーブがですね、今。ちょっと角度変えて。これ自由ですからですね、いろんな角度でやるのはですね。自由っていうか、探さないといけないですね。まあ、こんな感じで1種目目終了ですかね、ここでね。